パリーグの優勝はもうすぐ目前にあるが、セリーグの優勝はまだまだ決まらない。これは直近で1位の巨人、俺たちが負けているからというのもあるんですよ。残り11試合となっている中、これからプレーするのは中日2連戦。優勝が決まるまでの残り11試合というのはもう基本的にチームのチャンスだけに注目してやっていこうと思います。万が一守る状況がやらないとダメってなった場合はもうピンチではなくてその回の頭からやっていく。例えばセットアッパーが投げる8回、これよーく打たれてひっくり返されることが多い魔の8回なんですよ。ピンチからやるとね、もうそこから打たれて負ける。最近の負け方というかこのシリーズの負け方って全部それなんですよ。途中から始めて良かった試しなんて何もないので、だから基本的にはチャンスだけに注目して勝つためには打たないとダメ。もちろん守ることも最低限選手個人にはしてもらわないとダメですけど、中田とかも状態が悪いので、もう今日は秋広を一塁手で起用して、長野も状態悪いし、そのことお声とかも起用してみようか。打っている選手なんでね、だからもういいんですよ。ノリに任せて案外こういう選手を起用した方が良かったりする。相手中日も謎を乗ってる選手がいる。何を乗れることがあるんやろか。圧倒的な最下位でだからこそかな。シーズンが残り10試合ちょっとだからさ、ようやく終われる。そのウキウキワクワクが表情に現れてるよ。そんなシーズンを終えることが嬉しいんだったら野球しなきゃいいのね。野球の面白さとか全然分かってないでしょ、あのチームで。今日分からせてやる。ん、そのつもりもないかな。目の前にいるチーム負けないよ。に直近に中日に負けてる。その流れから今ね、なかなか勝てない流れっていうのが出来上がっちゃったわけなので、今日は勝つ。勝てるチームに簡単に勝つという言い方が正解かな。そのつもりで臨んでるんだから当然失点を与えてくれるわけもなく、来るのは最初のチャンスであってほしいと思うんだけど、ピンチ作っちゃってるね。大丈夫ですか山崎より君。今エラーも絡んでなんか不安になるね。毎度マイニングランナー出てる。それを返さない山崎よりがすごいのか、相手がヘボいのか、どっちなんだろうね。こちらもチャンスを作れず、相手ミヒアン完璧に抑えられていて、いや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 、確かに状態はいいんだけど、こいつってここまでめちゃくちゃ負けていて、こんな数字の投手よ。それに5回投げてのヒット2本だけ、フォアボールも1つだけって完璧に抑えられすぎじゃない。一切チャンスがなく、何もプレイすることなく、6回もないでしょこれ。ないね。変に入れ替えたことがもしかしたらマイナスが働いてるのかもしれない。まるで良かった。長野で良かった。秋広も起用しない方が良かった。と今思ってますね。で、ここで、与えてない山崎よりも抑えてくれていて、ようやく来たチャンスが回は7回でノーアウトで、確実に1点は取れるな。1点で終わるつもりもないですけども、まだメヒア起用してるんだ。ピッチャーを変えないと、ぶっちゃけ変えてくれた方が怖いんですけど、スタミナも残ってるから変えないわな。内容もいいし、このケース、当てたら1点っていうわけでもなさそうやな。岡本が3塁ランナー。でもこの当て方は理想とする当て方大好きなやつで、1点先制でようやく入った。めちゃくちゃ簡単に入ったんで、なんでここまで逆に取れなかったんだ。チャンスそのものがなかったんだと思いますけど、いやこれ回は7回でスタミナもだいぶ消費してる。このタイミングだから作れて、このタイミングだから打てたということよね。万全な状態だとこうやって簡単には打てなかった。とはいえどもっとチャンスは作ってほしかったけどね。ここでまだチャンスね。ここまで取れなかった分をここで一気に取ればいいんじゃないですかね。で、こうなってくるとやっぱ守りもやらないとダメなのかなという使命感が生まれてくるんですよね。というのもこれ8回この後行きますけど、その8回再び中川浩太を起用することになるのよ。もうやっぱうちのセットアッパーっていうのは中川しかいないなって。このシリーズはもうセットアッパーを変えまくってますけどね。中川から始まってその後 BD。で、再び中川にして BD。で、BD にして中川。それを繰り返して、でももう一度中川を信頼してみよう。いや、信頼も何も他にセットアッパー候補がいないから使わざるを得ないっていうのが正解ですね。こんな形で併殺でチャンスを潰したその流れで8回出てくる中川に任せていいのか、なんかダメなような、すごくダメなような気がしてるんで、俺の手でやらないと。とりあえず7回裏はこのまま山崎伊織ではないですね。リリバン変わりましたけど抑えてくれて、このあと8回表チャンスはあるかな。あ、いや、あったね。ウォーカーのところで2アウトランナー2塁で、これ取りたいというか取らなきゃだよな。詰まった打球が落ちる。同じ点の取り方でも何でもいい、取れたらな。まだあるチャンス継続。来た、岡本もフォアボールを選んでくれて、この後坂本の、その前にやっぱこれ8回の表、回の頭からやっていきましょう。中川が登板することになるでしょう。その中川の登板注目して、途中からではなくても頭からね。何か今俺の危険察知能力で感じたものがあったんだよね。あ、来ると、何かが来ると、その何かを俺の手でなんか抑えていかないと、抑える力が俺にあるのかどうか一旦置いといてね、抑える意思は持ってやっていかないとダメかなと思っちゃったので、そこに至るまでにこうやって得点を取れるのであればいい。今回は強い打球は決してないけど、ちょうどいいとこ落ちてくれているので、全部こういう形で3点目ゲッチュいただき最高で、この流れで4点目、場合によっちゃ5点目まで取れるんじゃないか。そのつもりはあるぞ。取れた。
よーし、坂本も帰れるね。あれこれ中川出てけえへんな。出てこんでいいかな。ほんで8回に起こる危険。いやー、でもなんかありそうだから、一応注目するって言った手前やるわ。じゃあ高梨ですね。中川は出てこずか。まあ、出てこないことが理想じゃない。こいつも能力だけ見たらなんかめっちゃ強そう見えるでしょ。スライダー変化量マックスでこれだけの特殊能力抱えてる。ただ一発とか死球対ランナー、この辺の赤得ゆえにめちゃくちゃピンチ作って数字はあまりよろしくはない。出てきた以上は当然お前の手で抑えていきましょう。ピンチを作るようであれば他のピッチャー、それこそ中川を出すことになるが、そんなことないよね。ピンチを作らないために回の頭からやっていこう言うとね。まあ、ピンチというか、まあ、守備をプレイするんだったら、もうこれから先はそんな形かな。イニングの途中からやることはない。まあまあ、からみたいな感じで、そこから抑えれるかどうか。うん、左に対してはこのスライダーがめちゃくちゃ効くはずなんですけどね。これがなんか重いのか振ってくれへんのよ。ほら、反応してくれない。曲がりすぎなのか、何なのか分かんないですけどね。全然振ってくれない。その流れの直球で抑えれてたのでよかったんですけど、いや、勝負はあのスライダーで2球投げた時点で決まっておかないとダメなんだよね。それを見送られてる時点で武器が効いてない。岡林、左を苦手にしてるバッターですからね。左を苦にしてるやつに左のこのスライダーが効いてないとかもう終わりじゃない。右に対してはどうなんだろうね、スライダー。避けるを選択してくるんだよね。使い方がなんかいまいちわかんないですよ。曲がり幅が大きすぎるからさ、ボールからストライクになる。一見ストライクで振ってくれそうな感じするんだけど、案外打たれるケースがね、こうやってバットを当てられるケースが多かったりする。ストライクからボールになるやつを反応させて空振り奪ってやろうと思ったら、ああやって避けられるんですよ。じゃあどうしろと。大島に対してはどうだろうかな。プッシュバント。こんな点差からプッシュバントで出塁、それもツーアウト、意表を書いたということなんでしょうね。大島から言わしたら、俺から言わしたら、ひたすらに、バカじゃねえのって思っちゃう。このまま高梨で抑えることになるのか、注目してる以上は9回。いや、まあ8回抑えたし、9回は、まあいいか、このまま抑えましょうかね。どうせなら、何もことを起こさないためにも、十分あり得るんですよね。9回5点差、ノーアウト、何もないところから何かが起こるってことは、いっぱいあった、このチーム。じゃあ俺の手で抑えましょう。この選手に任してるとピンチ作ってってことがあったからさ。俺がやってる以上はそういうことって極力起こらないし、やっぱこれピンチから始めちゃうと、そのピンチってさ、いろいろと流れ空気も悪いじゃん。相手の発動する特殊能力とかもあったりするしね。だからそういう場面からやっちゃったら、もういきなりドカーンって打たれて、はい、ゲームオーバーってなりがちですけど、そもそもその状況を作らないような投球を最初からやっておけば、それもなく、与えることもなく、淡々とアウトを積み重ねて、いつも見ない高梨を見ることができた上、カードの初戦、中日相手に勝つのは当たり前。同時進行で3位のヤクルト、また2位の阪神が勝っているということは、負けてたら怖かったよね。で、これソフトバンクの優勝は決まったんでしょうか。ああ、その前にクライマックスシリーズ出場決定、A クラス以上が確定ということになりやした。ちょうど10試合を残した段階での A クラス確定。ただこの後1なのか2なのか3なのか決める戦いが残っているので、それをやることになる。このシリーズというのは2年連続で B クラスを終わったジャイアンツを最低限 A クラス導くことっていうのもシリーズの目標に設定してたわけなので、こうやって A クラスが決まったことは当然嬉しいこと。しかしだね、今1位でマジックナンバー7で優勝が目前にあるんだから、ここまで来たら A クラスで万歳万歳じゃなくて、優勝を決めるその栄誉を手に入れるっていうことがゴールになるわな。ちなみにパリーグに関しては優勝が決まってないというか、そもそも試合がなかったので、この後決まるんですね。札幌ドームでソフトバンクが勝っても、またバイオちゃん負けても引き分けてもという感じになるんじゃない。どちらにせよ、まあソフトバンク優勝することは決まってるんで、どうでもいいかな。今日門脇状態いいので、久々にスタメンで起用してみよう。併用で今使ってるんですけど、その中数字も残してくれてる。あとリアルでの活躍っていうのも素晴らしいよね。直近で侍ジャパンでサヨナラタイムリーを決める活躍とかもあったし、これからの将来が楽しみな選手。もちろん残り少ないシリーズの中でも起用していて、その中活躍してくれるのであれば嬉しい話。秋広を5番にして、いっそのこと門脇も6番、まあ、筋残してくれてるんで、こういう起用でも全然おかしくはない。ここに来てなんか謎ノリノリの選手が2人相手打線並んでるっていうね。時すでに遅いというか、まあ今だからなんでしょうね。これもシーズンが終わるから、ようやくこの地獄みたいな環境から離れられるオフシーズンが待ち遠しくて仕方がないんでしょうね。ドキドキワクワクしてるじゃない。アーニャ的な中日ドラゴンズ、ちょっと可愛いなって思うけどね。でも自分の選手の立場からしたら腹立つだろうね。特に涌井さんなんて全然勝ててないのに、でそのドキドキワクワクを別に野球選手として形結果表すわけでもないからさ、ただ笑ってるだけだよね。不気味に、やだやつだよあいつだね、最悪だよ。投手の立場に立ってみたら本当に苦しいんだろうなと思いますけど、まあそこは俺たちが考える問題ではないから、俺たちが考えるべきことは、さっきなかった初回のチャンスが来たのでここで取るということだけ頭の中に置いて、もうそれだけ考えたらいいです。涌井さんうんぬんとか中日の野手うんぬんもいらない。そこの悩みはいらない。そこで悩むと本当に悩んじゃうんでね、永遠の謎なんでね。なんでここまで得点取れないチームになっちゃっているのか。いや、近年でなったわけではないからね、もともと取れてなかったんですけど、もうやめようこの話。キリがないから OK。 あれ抜けるんだ秋広。
イエース。いや今回ね決して強い打球は本当一本も全く一切ないんですけどね。でもちょうど抜けていくや、ちょうど落ちていくや、気持ちのいいとこ落ちてくれていて最高な形で得点が入ってますよ。それでいいんです。ずっとそのやり方でいいんです。例えば門脇に関しても誰もいないとこに飛ばして得点を取って、序盤から取った得点を守って勝つ。理想ですね。オーケー。侍ジャパンでの活躍も見事だが、このシリーズでも素晴らしい活躍をしてくれている将来が楽しみな選手。いっそのこともスタメンで起用してもいいんじゃないかな。坂本ではなくて残り優勝が決まるゲームに関しては、実際門脇起用してる方が打線つながりもあったりとかさ、守備も門脇の方が今はもう良かったりもするので、チームの勝率っていうのも高かったりするような気がするんだよね。少なくとも今のこの坂本を起用してるよりかは、この試合このまま勝つのであれば以降門脇をちょっと起用し上位で使ってみるっていうのもありですね。打ってくれてるんで別に上位起用も間違いではないし、小技もできる選手で長打もね期待できる選手だからこそ、もったいないよなこのままベンチに温めておくのはって今気づきました。シーズンの頭から使っておけば坂本の問題で悩むこともなく、で坂本もまたここまで悩むこともなかったかもしれない。やっぱねもう固執してこいつじゃないとダメだというそういう固定観念から我慢して使い続けて結局数字残せずっていう事態になってしまってるんですよ今の坂本とかね。いや能力があるんだから活躍しろよって思うんですけど、能力がなくなった坂本であれば活躍できない理由もうなずけるよ、仕方ないねって思えるよ。でもそれがあるんだから起用するでしょ普通はね。その結果なんで打てへんねん、意味がわからへん。でも打てなかったのであれば、じゃあシーズン通して頭からも門脇で良かったんじゃない。そうなったら門脇に経験値が溜まってもっともっと今よりも強くなって、なんか特殊能力がついてたりね、まあそれはいいも悪いものケースはありますけども、なんかそっちの方が楽しくて優勝ももっと早く決めれていたんじゃないかななんていう、こう思う感情が今ここにあるのは事実だが、まあ今こうやってね優勝が目前にあって門脇もそれなりに打ってくれている、幸せな世界があるんだったらこの世界を喜べばいいんじゃないかな。別の幸せに目を向けてあっちの方が幸せだったななんて思う必要はなくて、高橋周平4番に入ってることも驚きだけど、一発が生まれ2点差で、あれちょっとなんかやばい雰囲気は漂ってないですよ別に。んーでも取れるチャンスがないな。ピッチャー今村6回投げてくれましたね。でこの前行けば中川が8回に出てくるという流れになるので、あ、BD が出てきたが、その BD は大丈夫でしたね。ほんでこの後やっぱ中川が出てくることになるから、今宵は中川に注目して、残りの公式戦含め CS もうこいつで心中しようと僕は思ってます。こいつしかもいないんだからね、他起用して打たれて裏切られるんであれば、じゃあお前で裏切られた方がいい。裏切られというかもはや打たれることが当たり前な数字になってますから、これ以上打たれても裏切られというか、まあ、実力通りといえばそうなんですけどもね、でもこうやって抑えることができたのはいいこと。ホームラン打たれた高橋周平も簡単に1球で、逆に言うと初球から当てられてる。まあでも当てられ方が別にいい当てられ方なので、怖さなく簡単にアウトを奪って、真ん中付近に入ったボールはたまたま正面ついたから良かったね。すごい痛打された打球ですけど、結果アウトで、めちゃくちゃ少ない球数で抑えた。抑えた感じ一切ないんですけど、結果として抑えたの事実であればそれでいいんじゃない?チャンスあったね。相手のエラーも絡んでの北村を迎えたところ。やれるか取れるか、点差を広げられるか。9回はまあ大勢が投げるんで、大勢大丈夫かな。いや大丈夫じゃないな、すでに4回敗北に絡んでる投手だからな、俺がやらんとあかんのかな。いやまずこのチャンスに注目していきましょう。大勢のことで悩むのはこの後でいい。ここで得点を取れるのであれば何の悩みもないわけですし、もう1点プラスで最後大城で、こいつも数字ずいぶん落ちてんな。もともとそんな打ってなかったけど直近で打ててないが、打率も2割2分か、水準としては最悪なとこまで落ちてますけどね。これなら小林でいいなんてことはないけど、他にいたらそいつを使いたいと思うけど、他もいないからやっぱ大城だってなるんだよね。仕方がない、消去法がいないチームだ。消去法がこいつなんだよね、うん、だからもう仕方がない、仕方がない、仕方がないという割り切りの中で最後大城で打てたらまだいいなと思えるんですけど、カットカットの先に何がある、当然ヒットという結果があるんだろう。ボール球振りに行って、これはそこはヒットにならないんだ。いや今宵そういう打球が抜けて得点につながっていたんですけど、それがないんだね。最終回やはり大勢が出てきて、やらんでもいいんじゃないかな。もうこれは大勢自身に任してみましょうか。俺がやれることはすでにやっているということで、終わるよね、終わるよね、何もなく終わるよね、終わりました。何もおかしく穴に裏切られることもありましたけど、こうやって抑えることも多々あった大勢で、そして今日起用した門脇が3安打の大活躍で本日のヒーローに選ばれる。門脇の活躍があったから初回からあの得点
もあってそのまま決勝点につながって勝った。やっぱ坂本ではなくてこの男を起用すべきじゃない。こっから優勝が決まる。いやその後に関してもしばらくは門脇で OK。 もちろんその門脇に不満を感じることがあったら坂本を戻しますよ。フル出場起用にしていくので、これだとも坂本が途中から出てくることはない。出てくるとしても代打要因的に坂本を起用していきましょう。少し残念な感じもするけども、今の坂本は代打で出てきて打ってくれる、そういう活躍をしてくれたらいいわ。今回の相手は最下位の中日の2連戦だったので、まあ当たり前のように2連勝。この当たり前がなかったのでなかなかねマジックナンバーを減らせずに近づかれることもありましたけど、勝利したのであれば当然下とのゲーム差を離し、マジックナンバーも減らして残り9試合で今6でしょ。優勝が決まる瞬間というのはもう目前に来始めているので、そこから足踏みしないように、むしろ今の時点で3ゲーム差2位とあって3位とは4ゲーム差、ここから最終的に3位に落ちるということがあったらよっぽど負け込むってこと、そんなことないよねって言い切れないのが悲しい状況ではあるんですけど、十分にあり得ること。でもそうならないように頑張ろうとは思います。パリーグに関してはやはり優勝決まってないですね。早く決めろよ。今回中日相手にこのような勝利を積み重ねたその流れで次回プレイするのはヤクルト、2連戦でこれ最後の直接対決ということになります。ヤクルトとは随分優勝を長く争いましたけども、今1位なのはこっちで、相手は3位で4ゲーム差。普通に考えたらもう近づかれることなんてあってはいけない。それがあるってことは優勝を逃すってことですから、同時進行で阪神が横浜と戦うので、結果次第では一気に優勝を手繰り寄せることになれば一気に優勝がなくなる可能性もある。そんだけ重要な戦い次回お届けしていく。興味があれば見てよ。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。